はい、レオンンチャンネルです。今回紹介するのはこちらウルトラセブンン SH フィギュア2キングジョーですはい、ウルトラマン Z にも登場したキング・ジョー3年前に SH フィギュアーツ化されておりますのでいいタイミングですからしっかり確認しましょうもともとはウルトラセブンの登場キャラクターというか宇宙ロボットでソフビにアルティメットルミナスにウルトライクとかかなり商品化には恵まれてますよねそしてアーツ版の方は セブン放送時のスーツカラーにしっかり寄せつつも、ちょっと腰回りとかがボリュームむっちりした感じになってて、ロボット的な重厚感出てるんですよね。定価も当時7000円とかで、怪獣アーツ系はそこそこかか、あ、ちょっと待って、価格しますよって言おうと思ってたけど、角が、ア角、テっていうかアンテナが、あれ一本ない。 そう、キング・ジョーさ、気に入ってたから飾ったりしまったりしてたんだけど、あれちょっと待って、え外れるようなパーツじゃないけど。おやおやおやあれすいません。角が一本、ちょっと見当たらない、見当たらないんですが、もうこのままいこうかな。内容物としてはすごいシンプルで、手首パーツとかの交換のものとか、全くなくて、キング・ジョー本体のみですね。 ってことで改めて全体ぐるりと見回すとこうでちょっとここマジどこ行っちゃったんだろう今あれ今落とした。 ちょっとこれは探しておきます。で、アーツですから、もうプロポーション超絶完璧なんだけど、箱ギミックとかはありませんね。そっちはアルティメットルミナスとかで再現されておりますが、で最新作の Z では、もうちょっとボディがゴールドが濃かったりとか、この辺の腰回りとか少し細かったんだけど、個人的にはアーツのこっちのプロポーションの方がアクションフィギュアとしては見栄えが良くていいと思います。4体分離とかそういうギミックもあります。 なのでここからここまでがまずつながってるので可動はかなりしっかり入ってるんだけど顔のね左右可動とかはもともとのキングジョーがありませんのでここは固定されておりますしでもこういうさあなんかネジ止めみたいな加工だったりとかこの辺のアンテナとか昭和レトロ造形満載ですよね。指も3本になってて 袖のさこの腕グッと伸ばして襲ってくるアングルとかむっちゃかっこよかったで腰も下側もね細かく分離されてますのでこんなに反ることができて前もここまで曲げることができるとそして腕はロール入ってるのでこの辺は割と自由で肘もここまで 曲がりますしここはボールジョイントでこの辺もね細かくこことここと足でパーツ分割されて,てさらにここもね関節隠しでリングがついてますのでで膝可動もあるとでここも内部パーツ見えにくいように全て 塗装と造形で表現されてますからね。ま、会場アーツとか結構価格するやつ多いんですけど、もうざっくり真骨頂みたいなクオリティだと思っていただければいいと思います。なので、キングジョーらしく、両手を上げての、はい、このようなポージングだったり、逆に両手を 下げての、こういうところのさ、左右非対称っぷりもすごいんですよね。で、足でこう攻撃するような、こういう感じだったり、その気になれば、結構アクティブな、まあ、そんなキャラじゃありませんけど、結構アクティブな、膝もここまでしか曲がりませんからね。でも腰動くので、 こういうようなダイナミックなキックポーズなんかも取らせることができます。片足立ちキックみたいな、こういうのもいけますしね。なので、あとは、両手を前にこのようにかざして、意外と動かしやすい。こんなパーツが分割されている割には、このような攻撃ポーズだったり、 同じ作品のアーツ7と比べるとちょうど前後は同じぐらいで15センチぐらいかな。スケール合ってますし、アルファエッジにも馬乗りになってましたが、セブンにも馬乗りになるような、こういうポーズだったり、いいっすよね。ちょうどこの腰の高さ、この状態での特っみ合いみたいな、そういうシーンなんかも表現することができます。いてことで、ウルトラマン Z ではここから、 ストレージ側に回収されて3号ロボとしてセブンがウィンダムに続く味方側として登場するらしいのでしかもそれがデラックスガムで発売するっていうなのでまたそちらが発売されましたらこのアーツ版とも比較してみましょうっていうかほんとこれ近づいてさ改めてみてもこういうところまでむちゃくちゃ細かいっすよねしかも成型色の部分が 一切ないですもん。全部塗装で表現で、こういうシワ感とか入ってるのも、さすがのウルトラマン系アーツって感じですね。てか右側のこのアンテナ探しておきます。 以上ウルトラセブン s h フィギュアーズキング・ジョーの初夏でした。